に先行して、まず体に依存する感覚から朽ち果てるものらしい。なればこそ人は散々忌避し、逃避を企てながらも招かれざる死の冷たい口づけに耐えうるのだろうか。絶え間ない恐怖感が雨となり降り続けるという幻想、それは生きながらにして心を壊されてゆく苦痛。ガラス玉のように透き通った永遠の合わせ鏡、罪人は少女の瞳の中にただ世界を見るという。百聞は一見にしかず、千聞とてまたしかり。憐憫、侮蔑、的外れな嘲笑、いわば対岸の火事。燃えるまでは熱さ分からず、燃えてからでは遅すぎる。この世界で何人が罪を犯さずに生きられるというのか。ベインの世界。